さんこんばんはのわわわ。今日はフランスの印象派異端児と呼ばれたサティのグノシエンヌ第2番を弾いてみます。グノシエンヌの第1番はリディア戦法という奏法を使っています。グノシエンヌの第2番は何とも不思議、小節線がありません。ミクソリディアンという奏法を用いています。不思議なエキゾチックな曲奏をイメージして弾けるととても綺麗な曲です。グノシエンヌ第2番。Thank you.
のしえんぬ第2番でした。バイバーイ。明日も先生とのお約束を守って、少しずつ各宿題に引く宿題を忘れないでくださいね。忘れたあなたは罰ゲーム。